現在の姫百ゆりの塔、奥に見えているのは、慰霊碑、塔と、慰霊碑の間に口を開けているのが、第三下下号。その号は深さ14メートルあり、当時は、はしごで登り降りしていた。姫百ゆりの塔の一姫百ゆりの塔は、沖縄戦末期に、沖縄陸軍病院第三下下下が置かれた号の後に、立つ、慰霊碑。現在の沖縄県糸満市にある。 1946年4月7日除幕。慰霊碑の名称は、当時第三下下号に、学徒隊として従軍していた姫百合学徒隊に、ちなんでいる。姫百合は、学徒隊員の母校、沖縄県立第一高等女学校の子を指名、乙姫と沖縄市班学校女子部の子を指名、白百合とを組み合わせた言葉で、元来は、姫百合であったが、 戦後ひらがなで記載されるようになった。なお、植物の悲鳴ゆりとは関係がない。とうと名はついているが、実物は高さ数十センチメートルでそれほど高くはない。これは終戦直後の物資難な時代に混流されたことと、アメリカ軍統治下に混流されたという事情によるものである。また、この種の慰霊碑は沖縄県には非常に多くあり。 姫百合の塔はそれらのうちで一番古いものではないであるとされている。しかし、1949年に、石の慶一郎によって、石踏みに関する逸話が小説化されると、直後に議曲化され、さらに同名の映画が作られ有名となった。沖縄戦の過酷さ、悲惨さを象徴するものとして、現在でも参拝する人が絶えない。姫百合の塔から、 下下号跡を挟んだ奥には、慰霊碑が建てられており、さらに、その奥には生存者の手記や、従軍の様子などを展示した、姫百合り平和記念資料館がある。また、敷地内や林地には、沖縄戦準職医療人の石踏みなど、複数の慰霊碑や塔が建てられている。1945年3月24日、沖縄市販学校女子部と沖縄県立第一。 高等女学校の女子生徒及び職員総計240名は、ハエバルにある沖縄陸軍病院に看護要員として従軍した。しかしその後激しい戦闘が続き、日本軍の防衛線が前田高地付近に撤退した4月24日頃には、産業が変わるほどの激しい砲撃にさらされるようになったため、5月25日には、 陸軍病院そのものが回復の見込みのない負傷兵、学徒を置き去りにして、南部の伊原、山城周辺に撤退し、分散して、地下壕に潜んだ。この際患者を収容する号が確保できなかったために、負傷兵は現体への復帰が命じられ、病院としての機能は失われていたという。選挙区が絶望的になると、6月18日、学徒隊は解散を命じられる。 しかし、すでに、沖縄のほぼ全域を、アメリカ軍が支配しており、また周辺もすでに激しい砲撃にさらされていたため、地下号から出ることはほとんど死を意味した。最も被害を受けたのは、第三下下号の学徒隊である。第三下下号は19日朝、王林手榴弾などの攻撃を受け、豪にいた96名のうち、87名が死亡した。さらに、 豪の生存者8名のうち教師1名と生徒2名は豪脱出後に銃撃を受けるもしくは砲撃を被弾して死亡したとみられる。したがって第三下下豪にいた人々のうち沖縄戦終結まで生き残ったのはわずかに5名のみである。文学作品などでは発煙弾である王林手榴弾の攻撃を毒ガス弾によるものと誤認しているが毒ガス手榴弾は 米軍では使用していなかった。なお、化学兵器になると、現地司令官の裁量で使用できるものではなく、使用には少なくとも方面軍司令官の命令が必要になる。第一外科号、第二外科号は、アメリカ軍の攻撃を事前に察知し、19日未明までに地下号から脱出した。しかしこれらの学徒隊もその後の激しい戦闘で、多くが死亡した。 職員を含む姫百りがくと隊240名中、死亡者は、生徒123名、職員13名であるが、このうち解散命令以後に死亡したのは117名で、全体の86%にも上り、さらに判明しているだけでも、全体の35%に当たる47名が、第三下カ号に攻撃があった6月19日に、亡くなっている。戦後、 戦死した生徒の親である、金城和信らによって豪が発見される。その後、アメリカ軍によってこの地に住むことを命じられて住んでいた、回し村の人らによって遺骨が集められ、4月に、慰霊碑が建てられた。姫百合りが隊という名称は動員当時から存在したが、兵士らにとっては所属校がどこであるかはほとんど問題にならなかったので、実際には、 この故障はほとんど用いられず、学生さん、学徒、などと呼ばれていたという。なお、姫めゆり学徒隊以外にも他の学校の生徒を集めて作られた学徒隊は別にあり、それぞれ所属校にちなんだ名称がついていた。これらの学徒隊もほぼ同様の運命をたどり、それぞれの名にちなんだ慰霊碑が建てられている。なお、併設されている姫めり平和記念資料館。 開館20周年を記念して2009年6月23日に全面回収され、これまで記載漏れがあった生徒の名前が新たに記された。1989年、姫百合の塔の隣接地に建てられた。姫百合の塔をテーマとした作品はいくつかあるが、いずれも一部脚色されており、事実を正確に伝えているものではない。その中でも2007年に公開された、 ドキュメンタリー映画、ひめゆりでは、生存者の証言映像をもとに構成され、また生存者による監修がなされていることから、他の映画作品とは趣をことにしている。また、ニーサと献身作画の、水筒ひめゆりがクと対戦記は、登場人物の名前は一部変更しているが、中曽根生前た関係者からの聞き取り調査をもとに、 構成しており、概ね史実に沿って物語が描かれている。はしごあぎりの塔入り口、白い看板は最近建てられたもの敷地内に複数の慰霊碑などがあるほか、東側の林地にははしごあぎりの塔が建てられている。また、敷地の前の道路を西に1から2分歩いたところに第一下カ号跡への入り口があり、南西に車で5分ほどのところには、 山城陸軍病院本部号跡がある。敷地前の道を西へ車で5から10分ほど行った、糸須地区には、第二下下号跡が残っている。米釣駅や平和記念公園へは、車で、約5から10分。米釣駅への分岐点付近には、随線の塔や、日向いの塔など、複数の慰霊塔がある。このほか周辺には、数多くの異例塔や異例碑が散在している。 本島南端の荒崎海岸には、姫百ゆり三下の跡石踏みがある。2006年6月に案内標識が設置された。なお、姫百ゆりの塔の敷地に入ってすぐ左手にもガマがあるが、これは、避難号の跡ではない。生存者の証言に、付近の総当線が落ち着いた後、第三下加号に行ったら、近くのガマが、米兵のゴミ捨て場になっており、食べ残しや、未開封の缶詰、 歌詞などが捨てられたため、食料調達にもってこいであったというようなものがあるが、これがそのがまである。ありがとうございます。